藤原倉下したは奈良時代の苦行。藤原指揮科の祖である三義、藤原馬会の旧男。官位は十三味三義。宇どねり、出雲助を経て、天平法治二年格闘に対して門民騎氏が派遣された際に倉下したは三陽道門民騎氏に任ぜられる。天平法治七年中五一下、小和言に助任される。 よく天平法事8年未前神として地方官に転じるが同時に山陽道諸国で複数の国主の入れ替えが行われており前年度より山陽道で干ばつが続いており寒天に伴う食糧不足に対応するため新しい地方官人事によって事態の打開を図ろうとした藤原中丸の意図によるものと考えられる。なお同年の藤原中丸の乱に直接参加している。 ことから、容認であったとみられる。同年9月に発生した、藤原中丸の乱においては、大見国へ逃走した中丸軍を、高検上皇軍が追悼した際に、暮らした丸は、内属将軍として、将兵を率いて、援軍として参じる。ちょうど大見国高島軍3尾崎で両軍が、膠着状態にあった際、暮らした丸の火星によって状況は、 急激に上皇側に傾き、間もなく中丸軍は全滅した。乱にて直接兵士を率いて中丸軍と交戦した貴族層は藤原少名丸、倉下し丸兄弟くらいであった上、倉下し丸の援軍により戦いの奇数が決したことから倉下し丸の軍港は抜群の評価を受ける。この功績により15位下から8回昇進して一約13位に少女され、 藤原式家の兄弟の中で、いち早く苦行に列。同年10月には、廃位された、順任天皇の廃所への護送を務めている。天平神後元年正月に、前年の乱での訓功に対して、訓に等を除訓される。2月には、先の乱において、後見上皇側の軍事的基盤となった、樹刀守るが、この F2 回訴。 拡充されるが、暮らしたはその長官であるこの江大将に任ぜられており、聖徳天皇から非常に信頼されていた様子が伺われる。神語慶雲元年伊予国、と佐国二国あぜちとなる。神語慶雲四年八月に聖徳天皇が崩御すると、左大臣、藤原長手以下六名の区業が協議の上で講子として白壁王を建てる。中納言。 大中富清まろらこの競技に参加していない区業が多数いる中で暮らしたは唯一参議未満ながらこれに参加している。これはこの F の武力を背景とした軍事面の責任者として参加したと考えられるが白壁を擁立派の中心人物である藤原宿名まろがふ野の清さん大師兄弟を擁立するきびまきびに対抗するために この絵大将かつ藤原仲丸の乱で武功を挙げた実績を持つ暮らした丸を参加させたとする見方もある。同年9月に京武卿を兼ねる。放棄2年には皇太子となった大佐部新郎の東宮大分も兼ねるが、翌放棄3年、大佐部新郎の母、井上高校が天皇をおずそしたとの剣議を受け、大佐部皇太子は廃されてしまった。多在卒に、センターと、 法規五年中三位の上位から十年を経て三義に任せられる。内津臣の吉次に三義の伝ンマロ、桃川に次いで式家兄弟四人目の犠牲官となって式家主導体制は全盛期を迎えた。法規六年七月一日公居。去年四十二、最終官位は三義打罪卒十三位。中期のない者は俗に本気による。尊卑文脈による。 ありがとうございます。